Life is the Gift っていうのは、まあ、こう東京の街がこうなんていうのかな、こう商品をこうどんどん買いみたいな、こう購買意欲を刺激するために、まあ、あちこちのショーウインドにモニターを置いたりとかね、まあ、サインを増やしたりとかね、こうどんどんこう過激になってくるっていうのかな、ある意味それがこうナムジュンパイクのこうビデオインスタレーションのような感じがするんですよね。ものすごい勢いでこうモニターとか見てるとカットが変わったりとか、テレビ の電車に乗っててもどの車両にもモニターが何十台もついてて、ものすごい勢いでこう映像が、ね、展開されてるわけなんですよ。そういう中でこう生きていくってどういうことがあるのかなって、自分はこう自分の取り囲んでる環境、まあ、ここ東京ですけど、そこはどういうことなんだろうっていうねことがこう興味があって取り始めたんですね。だからそういう意味でこの Life is a Gift っていうのは、まあ、これは何年か前のイギリスのパンクバンドが言ってたんだけど、まあ、それはビーガンなんだけど、なんで自分はビーガンなのかっていうと、それは資本主義っていうかファックトシステムって言ってるんですけど、そういうこうある種こう発狂した資本主義の欲望っていうんですかね、こうキャピタルデザイアっていうんですか、そこにものすごく興味があってこう映像をこう撮ってるわけなんです。だから Life is a Gift っていうのは、まあ、そういうキャピタリズムのね持ってるこうデザイア、発狂したこうデザイアっていうか欲望をね映そうと思ってる映像ですね。